スプリングブルック国立公園はオーストラリアクイーンズランド州にある国立公園の一つ。ブリスベンから南へ 100km、ゴールドコーストから西へ 21km から 30km ほどの地域にある。1994年にユネスコの世界遺産、オーストラリアのゴンドワナタウリン群に拡大登録された。スプリングブルックに年にキャニオン地区に ウォーリー国立公園、1940年にパーリングブルックだけがクオングレラ国立公園ができたのがスプリングブルック国立公園の始まりである。1990年にナチュラルブリッジ地区とマウントクーガル地区を加え、現在の名称であるスプリングブルック国立公園となった。現在はスプリングブルック高原地区、ナチュラルブリッジ地区、 マウントクーガル地区の3つの地区に分かれ、その総面積は3425ヘクタールある。ラミントン国立公園と共に、ニューサウスウェールズ州のマウントウォーニングの外輪山の一部で、ある。スプリングブルック国立公園の中で最も大きい地区で、落差106メートルになるパーリングブルック滝をはじめ、レインボー滝、ツイン滝などいくつもの滝がある。いくつかの滝では、 滝の裏に遊歩道があり、恨みの滝となっている。また、マウントウォーニングのカルデラをはじめバイロンベイまで見渡す、ことのできる、ベストオブオール展望台、パーリングブルック滝やゴールドコーストを一望できる、キャニオン展望台など、複数の展望台がある。ナチュラルブリッジスプリングブルック国立公園の中で、最も低い地域にあり、面積も最も小さい地区である。 1922年にレクリエーション及び景観、保護区として設立され、1959年に国立公園となり、1990年にスプリングブルック国立公園に編入された。ナチュラルブリッジの名が示す通り、風化によってできた自然の橋である。その成り立ちは、流れ落ちる水の勢いによって滝の裏が侵食され、洞窟になった。それと同時に、 滝の上流の川床にできた穴に、つぶてが溜まり、その冷気が、水の流れによって、穴の中で回転し川床が侵食され、汚血ができ、下の洞窟とつながって、自然の橋となったものである。またこの洞窟及び、ウォーキングトラック周辺には、一般的には土ボタルとして知られる光木の小バへの一種が、生息している。スプリングブルック国立公園で最も東の地区で、 そのほとんどは亜熱帯雨林で占められる。古くはバナナ農園として開発された。しかし、この地域でのバナナ農園経営は利益にならないとされ、地域の数の丘に大衆箱を製造していた製材工場が作られた。その後、製材工場を含め国へ売られ、1983年に保護区として設立された。1990年に周辺域を加えて、 スプリングブルック国立公園に編入された。ウォーキングトラックの最後には製材工場跡がある。この地域の森林はバナナ農園が放棄された後に再生された森林である。スプリングブルック高原地区やナチュラルブリッジ地区が観光客に人気が高く、ブリースベンやゴールドコーストから多数のツアーが実施されている。夜間もナチュラルブリッジの土ボタルの観察ツアーが 実施されている。滝や展望台を見学する程度ならあまり歩く必要がなく、またキャニオン展望台やベストオブオール展望台、マウントクーガル地区など舗装されあるウォーキングトラックもあり、駐車場から車椅子でのアクセスもできる。ナチュラルブリッジのウォーキングトラックも舗装されているが、階段があるため車椅子でのアクセスはできない。路線バスのような公共交通機関はなく、 レンタカーなどを借りて、自動車で行くか、ツアーに参加するかのどちらかとなる。南極ブナ樹齢2000年の南極ブナが、ベストオブオール展望台付近で見られる。いくつかの南極ブナは、樹齢3000年になるものもある。その他にも、南洋杉の大木などが見られる。赤首アブワラビー、レースオートカゲ、オーストラリアでは、最大のトカゲ科である大岩トカゲなどが生息している。 宮崎駿監督のアニメ、天空の白ラピュタに登場する架空の石である、飛行石のモデルになったとされる、土ボタルがナチュラルブリッジ地区に生息している。このナチュラルブリッジ地区では12月頃になるとホタルも飛ぶ。300メートル以上の高地にのみ生息するザリガニ、ラミントントゲザリガニの生息地でもある。ラミントン国立公園及びスプリングブルック。 国立公園付近の個体群は鮮やかな青色をしているが、ニューサウスウェールズ州北側では白と赤色、その西側の個体群はコントラストのない緑褐色をしている。ありがとうございます。